回死ぬまずいって、不吉な予感ついてること気づかないで村に入ったせいでこんなことに、毒とクロスボウの組み合わせは無理だって、あ。さよなら、第一拠点。見事に死亡しました。完全に自業自得なんだよな。というわけで、ハローニュープレイス、ゆっくり霊夢と、グッバイマイオールドホーム、ゆっくりマリサだぜ。というわけで死ぬたびに新天地になるマインクラフト、やっていきます。前回せっかく取り出立てたのにその努力は無に返ったな。おっとあれは村ではないか？村ではないのか？村でテンション上がりすぎでは？いやはや一回？いや数回死んで思ったんですよ。お前あの後も死んでたのかよ。やっぱ夜のモンスターたちは手厳しいっすね。特にあのスケ野郎あいつだけは絶対に許さんからな。まあまあ落ち着けって。で、それが思ったことか？違うんだろ？あ、うん。で、思ったことが、村そのものを要塞化しちゃえばうまいこと襲撃も防衛できるんじゃね？まあ、確かにそうかもしれねえ。というわけで今回はこの村そのものを拠点として、ここも要塞化します。うんもうね。前回パートのせいで突っ込む気も失せた。ちなみに村人には了承を取りません。民主主義なんてこの村にはなかったんや。でも村人にとってもマイナスなことじゃないと思うし多数決とっても反対されないと思うけどな。壁の素材として花崗岩とか安山岩も使っていくよ。そういや第一拠点の座標って。ちゃんとメモってあるよ。ちなみに距離は余裕で3000万ブロックぐらい離れてるんで無理っすね。知ってた。ちなみに第一拠点の座標は、XYZ-11178,335,72-1499,9491 に存在するよ。それだけ言われても全く想像できないんですが。ちなみにこの村は X か Z のどっちかが正の数だったような気がするなぁ。はい、絶望。てな感じで死亡後に拠点に変えるのはめっちゃ難易度高いです。リスチューンが相当良くないとなぁ。というわけで壁を建築しました。めちゃくちゃはしょるじゃないか。だって前回とやること同じになっちゃうもん。まあ、確かに。今回は壁の外側に追加で水を張ってクリーパー対策をすることにするよ。そのためにまずは堀を掘ってるんだな。というわけで堀を、掘りました。やっぱはしょるのね。だって単調な画面だし、単調な画面って雑談タイムにしか使えないじゃん。まあそれもそうか。というわけでこの堀に水を張っていきます。真下助けてください。急にどうした？ファントムの数が多すぎて夜間にまともに行動できないっす。なんでドアの間に挟まってるんだ。多分ドアじゃなくても大丈夫だと思うけど1マス幅だったら多分ファントム入ってこれないから、これが一番いい対策だと気づいた。これに屋根をつければ安全にファントム処理できるな。よしファントムどもをやるぞ。って間違って、これが村に陣取ることの弊害か。というわけで本日2回目の新天地です。そしてお知らせがあります。なんだ、あの村の座標メモってないから近くに来ても帰れないや。バカじゃねえか。録画ファイルあさればもしかしたら座標わかるかもしれぬ。よし探してこい。諦めた。探す前に諦めるな。いや、今主が録画をあさったところ見つかる気配がなかったんよ。めたいな。そもそも録画ファイルあさるって時点でめっためたのめたじゃん。めっためたのめたってなんだよ。まあバックアップ開けば多分座標持ってこれるけど。うん、どうしようか。でもこれ座標なしでサブ目標の達成が不可能だからな。よし見てくる。撮っててよかったバックアップ。はい、座標見てきました。はや。編集中の主が確認して編集に戻るまでの時間はこっちには適用されないでしょ。みたいな、確かにそうだけども、あとついでに今作ってる第三拠点の画像も撮ってきた模様。時系列ぐっちゃぐちゃになってる気がす。まあゆっくりはあくまで後付けだから。なんか今日めた発言多いんだぜ。で、第二拠点の画像が XYZ3877,7211,63-1499,8278。 ここが XYZ85,13,945,63-1499,9986。 ということでここから第2拠点までは約500万ブロックとなります。結局遠いな。ネガー経由でも単純計算で約62万5000ブロック移動しなきゃいけないだろ。ちなみに第1拠点はここから1900万ブロック離れてます。遠すぎるんだよ。拠点期間チャレンジは距離が1万ブロックとかでも全然ゴーサイン出ますね。まあ比較したら1万でもかなり近い部類に入るからな。というか1ブロックを1メートルとしたらここから第1拠点まで1900万メートル離れてることになるんよね。これ何キロ？1万9000キロメートル。11周の約2分の1じゃねえか。一回ここで話し区切って今やってることの話していい？いいぜ。現在第3拠点の建設作業中なんですが、私ふと思ったんです。またか。会場に拠点作れば脅威減るんじゃね？まあ確かに。会場拠点なら湧き潰しもしやすいしな。多分緑の悪魔とスケ野郎の懸念はぶっと減るよね。久しぶりに聞いたぞ緑の悪魔。ちなクリーパーのことです。会場拠点であと脅威になることと言ったら。
まずファントムは相変わらず出るだろ。歩く日が経つにつれどんどん増えていくからな。あとはブラウンドが海中から出てくる可能性もあるだろ。まあそれは海に叩き落とせばいいから後回し。あと資源収集がめんどくさくならないか。植物系とか動物はいけるけど特に鉱物資源だよね。こんなところかな。まあまずファントム対策は最優先で取り組まなきゃな。そうしないと安全な生活すらできないもんな。ドラウンドは後回しでも大丈夫だと思う。資源収集に関しては必要になった時にやろう。まあ鉱物資源もうまく水抜いて海上拠点からもブラマイ城に直行できるようにすればいけるしな。って頑張って計画してももし死んだら意味ないからね。慎重にやっていこう。あと鉱物資源に関してはできるだけ早く鉄を確保しなきゃな。まあそれは近くに洞窟あるっぽいし後でそこ行こうぜ。と今後の方針が大体決まったところでカット。海上拠点という性質上どこに使うブロックがたくさんいるので丸石製造機作ります。近くに溶岩だまりがあって助かったな。4倍速でとっとと終わらせます。鉄に余裕があったらホッパーつけたいところですが装備の関係でそんな余裕はなさそうです。早いところ鉄確保しないとな。鉄まだ15個しかありませんからね。というわけでこれで丸石製造機完成です。特にコメントすることもないな。試しに溶岩使って領土拡張してみます。これ効率どうなんだ。掘って加工しておくのと溶岩ぶちまけて待つのどっちがいいかって話ですね。掘る手間がない分こっちの方が早いんじゃないすかね。まあそうか。あと単純に見てて楽しい。それはちょっとわからん。やっちゃったぜ。貴重な溶岩が。いや待てよ、せっかくだし値下げでも作るか。切り替えばや。というわけでひたすら往復してるのを背景に雑談タイムです。おっそうだな。夜になったんで露光調整かけときますね。このチャンネルが露光調整だと？いや別に最近は普通にやってるわ。昔はやってなかったけど。やっぱやってなかったんじゃねえか。だって当時のこのチャンネルは露光調整の仕方も必要性も知らなかったんだもん。まだ QPC の Linux でクゼンリブとソフタルクで超非効率編集してた時期の話やぞ。そういやあったなそんな時期。あの頃は動画作るのに今の3倍の時間かかってたからね。うつ主は AMM で文字打ってエンターするだけでセリフと字幕生成できるのに感動してたしな。他のゆっくり実況者にとっては当たり前のことだったんだろうけど当時の主にとっては革命でしたね。あの頃はソフタルクにセリフ打って音声生成して、ソフタルクに打った文章をコピーして字幕のテンプレにペーストして字幕生成して、ファイルマネージャーから音声をクゼンリブに DD して、音声と字幕をタイムラインにドロップして、長さ調整してようやくセリフ一つ作れるのよね。それが今や入力してエンターしてタイミングずらすだけだしな。だからあの頃の動画は週1投稿で3分動画だったんよね。今は6部が普通だし、10分も動画によっては全然いくよな。当時の6分動画は相当頑張ってる。もし当時の体制で GT7 の動画なんて作ってたら、そもそもやる気が起きなかったんじゃないだろうか。あれ10分動画ほぼ確定になるゲームだからね。RTM 日記なんかも10部が普通になってきてるしな。いややっぱりは AMM4 は偉大なんだなって。そうだな。あとここから第2拠点まで仮にエリトラで飛んだとして、唐突。最高速度が常に出て耐久無限とするならば、20.5 時間飛び続ければ着くよ。実際はエリトラの耐久と花火が持たないから無理だと思うね。ちなみにネザー経由なら約 2.5 時間ね。それだったらエリトラを22回全回復できる量のファントムの飛沫と 2.5 時間最高速で飛び続けられる技術と花火があれば帰還は不可能ではないっぽいね。十分無理だと思うよ。まずファントムの飛沫が100枚入るんじゃないですか。それは普通に生活してるだけで溜まってくからこの世界なら。花火は？頑張るしかない。軽く周辺の洞窟を探索しようと思うよ。スケルトンいるが大丈夫か？このクソスケ野郎が。手みたいいるのは聞いてない。しかも盾ぶっ壊れたまずい。逃げろ逃げろ逃げろ。これ終わった。いや、まだ終わってない。いや、この終わり方後味悪すぎるだろ。次回、第4拠点。ご視聴ありがとうございました。